こんにちは。漫画家の柿本健次郎です。現在週刊リアルメイドという作品を原作のレオ先生とタッグを組んで書いております。クリップスタジオペイントというデジタルツールを活用して仕上げておりますので、興味のある方はぜひご覧になってください。今回私はクリップスタジオペイントでこんなイラストを描いてみました。クリップスタジオペイントはカラーイラストも漫画も描けるすごく便利なソフトです。この動画ではイラストを制作しながらクリップスタジオペイントの魅力や面白い機能をお伝えしていきますので、最後までお付き合いください。クリップスタジオペイントの持っていない人も無料で体験版が使えますので、ぜひダウンロードして一緒に体験してみてください。体験版はクリップスタジオ .net にアクセスしてフリートライアルボタンをクリックしてダウンロードしてみてください。ソフトのインストールは終わりましたでしょうか。早速クリップスタジオペイントを使ってみましょう。最初にクリップスタジオペイントで絵を描くための一番基本の操作を説明いたします。気に入ったブラシは見つかりましたでしょうか。クリップスタジオペイントは130種類以上のブラシがあるので、どんな画風の人でもきっとお気に入りのブラシが見つかると思います。気になったツールはどんどん試してみてください。さて、次回から冒頭にお見せした作品の制作に入ります。ブラシ以外のユニークな機能もどんどん登場しますので、どうぞお楽しみに。